どうも、こらまるです。きーたろうです。いやー、JO1 がまた新曲のフリーダムビデオを公開してくれて、いや、それもすっごいかっこいい上に、JO1 最近タイアップめっちゃ多くてさ。ね。ね、イヴ・サンローランとか、電気とか、クレカとか、なんかすごいじゃん、最近。ね、うん。ね、今日はね、ちょっとその話やっていこうと思うんだけど、まずはあのフリーダム。うん。いやー、あれさ、曲めっちゃ良くない？ね、かっこいいね。ね。なんか本当に JO1 っていい曲多いっていうか捨て曲なくない？そうなんよ。なんか前回傾向の時の感想でも言ったけどね、本当になんか出す曲、うん、ね、いい曲多いね、うん、そう、いい曲多いしさ、しかも怖いのがさ、まだタイトル曲控えとるっていうことがもう怖いよ。私は恐怖でしかない、もういい意味震えるよね震えるよ、うん、いやてかマジでこれちょっとまあ話ずれるかもしれんけどさ、なんかさ、うちら AKB をやってた時さ、出す曲クソとかさ、なんかもうクソ曲とか言ってたじゃん、オタクみんなそうだね、うん、なんか羨ましいよね、もはやジャムはもういいよ ね、いい曲がいいって、恵まれてる、すごい楽曲に、うん、本当に。さらにフリーダムのさ、このダンスもなんだろう、映し方なんかもしれんけど、なんかダンスも上手くなってるような気がするし、うん、あとまあもはやさ、あの紫衣装、ちょっと我々ね、前回ちょっとダサいとか言ったような気がしなくもないけど言ってないかったらどうしよう今言い始めてたことになるまあいいや、まあでもちょっと衣装には苦言はちょっと呈したよね、うん、うん、そう。でその衣装すらさ、もはやさ、動いてる JO1 見たらめっちゃかっこいいじゃんって思ったよね。そうなんよ、あのなんかアーティスト写真見た時はあれって思ったんだけど、うん、この紫衣装普通に全然ありだよね。そう、ありありあり、うんうんうん、なんかもはやね、イケメンだよね、みんな。まあイケメンはもうそうなんだけどさそう、もう元がいいから何でも着こなせるんだと思う、うんうん、結局かっこよかった、ありがとうって感じだったもんね。いや、そうなんですよ、結局かっこいいんですよ。しかもこの曲はさ、ただのカップリング曲っていうよりは、なんかちゃんとタイアップもついてるじゃん、イヴ・サンローランの、うん、そのイヴ・サンローランのリブレっていう香水の世界観をイメージした楽曲とかもさ、なんか売れっ子のやつじゃんこれ。そうだよ、ね、しかもカップリングだしね。そう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 恐ろしいよね、ずっと何回も言うけど恐ろしいよね、マジで。いや、恐ろしいんですよ、うん、うん、しかもさ、そのさイヴ・サンローランビューティーのニュースみたいなのは朝の情報番組でも取り上げられてたり、そのやっぱりもちろん配信 YouTube とかでもいろんな媒体がさ、その JO1 のなんかインタビューみたいな、オンラインのインタビューとかも上げてくれてたりして、前よりも日常的に JO1 を見る機会が増えて、なんかマジで JO1 売れてきてる感じがするんよ最近。いや、わかるわかる、なんかこれはもう売れっ子の流れっていうかさ、うん、売れっ子特有のね、なんか露出だよね。そうそうそう、うん、でもちょっと怖いタイアップがさ、電気とかクレカとか、なんかターゲット層なんかあれなんかな、ちょっと富裕層狙ってるんかなどんどんなんかライフラインに侵食してきたよねそうそうそう、本当に電気とか結構斬新じゃないそう、電気ってなかなか変えられないからね、うん、うん。でもさ、なんかその電気のさ、ニュースちゃんと見たんよ、うん、大阪ガス JO1 電気アンバサダーに起用っていうオリコンニュースがあって、うん、そう、それ見たらさ、契約者には限定スペシャルオンラインイベント視聴券と JO1 オリジナルグッズが毎年プレゼントされる毎年さらに抽選で JO1 メンバー全員とのオンライントーク会やリアルライブチケットが当たるって、結構豪華なんよ怖ない、なんかこの豪華さももうどっちが商品なんかわからんね、うん、すごいね。なんかでもさ、そのさ、この電気のさ、その利用料金は私はちょっと調べてないからわからんけど、もしある程度さ、なんか普通のやつよりも格安になったりちょっとお得になったりするんだったら、なんかまあいいよね、なんかお互いウィンウィンな感じせん、ジャムは。確かに全然ありっちゃありではあるよね、だって電気なんて別にさ、うん、ね、契約すればね、うん、そうそうそう、うん、だ、推しも応援できるし、電気もしかしたら安く、まあ高くなるかもしれんけどわからんけどまあでもちょっと高くなるぐらいじゃね、得点で結局ね、チャラになりそうだよね、うん、そうそうそう。あとイヴ・サンローランビューティーのこのなんか起用みたいなのって日本人初とかなんか見て、それがまさかさ、女性でもなく JO1 っていうのがすごくない？確かに、ね、しかもさ、そのウェブ CM みたいなの公開されたじゃん、うん、いやマジでさ、マジでほんとみんななんかイケメンなのは知ってるんやけど、やっぱりなんかもう映すかをもうほんとすごいじゃん、迫力が。そうね、迫力ね、うん、もう美しさ畳みかけてくるもんね。そう、うん、美しさがね、なんか倉庫みたいなところで歩いて向かってくるよでなんかたまに交差したりさ
わかるわかるわかる。いやで個人的にはやっぱりねちょっと敬語が最近私的にはやっぱり来てるのよね。いやでもちょっとわかるわ。てか同じくなんか最近ほんと敬語がやばいねえ語彙力ないんだけど、うん、最初太郎は敬語別に特に好きって感じじゃなかったじゃんね。うんそうなんだよね。僕は敬語そこまであまり注目はしてなかったんだよね最初。そうでもなんか割とここ最近ちょっとポツポツと敬語やばいみたいな増えてきたよねマジで。いやほんと敬語に目がいってしまうよねどうしても。うん、うん、なんかなんだろうね今回のこのビジュアルかな。なんか前髪型もなんかよりスッキリとしてさ前からそうだったんかな、うん、なんかシャープになった感じがする。痩せたんかなもしかしたら敬語。あでもそれあるこの顎のラインっていうか、うん、うん、スッキリした気はするねちょっとね。マジ爆いけすぎてさ、うん、ほんと JO1 ってってかやばいよね JO1 って。やばいのよ。いやなんかほんとさこのさ INI のあ日プ2から入ったジャムも最近多いんじゃないかって話もしたけど、うん、なんか私の友達なんかただちょっとかっこいいじゃなくてちゃんとファンクラブ入り出してさいやなんか本格的に押し始めてる子がいるって思うとさやっぱそういう子結構もっといるんじゃないかって思ってきちゃうんよね。そうだよね。前回さ動画でも言ったけど僕らの共通の友達もさその日プ2から JO1 に行った子もいるし、うん、で今こなまるのねご友人もね日プ2から JO1 に行ったってことはもう身近でこんなにいるってことはね他にもたくさん絶対いるよね。いるいるいる絶対いるよ、うん、なんかねそういうなんか怖いよね。だって身近でこんな勃発してたらジャムが、うん、怖いっていうかやっぱあれなのかな。やっぱ INI はちょっとやっぱ今さ練習期間に入ってさ供給がやっぱちょっとストップしちゃってるじゃん、うん、っていうのもあってなのかなね、うん、いやそうかもしれんわ、うん、いやすごいよ。だからさ本当波が来てる感じがすごくてさ、うん、なんかいよいよじゃないそろそろじゃないもうマジで。いやそろそろなんよ。だってさこの取れすぎもさ出るし第2弾がであの結構大きなさ大型の番組にも出てきてるし、いやそれをもって、うん、しかもこのさまたビジュアルが仕上がってるからさなんかどこに出しても恥ずかしくないじゃんマジで。いやそうなんよねわかるわかる。そうでなんか最近さよくノートとかでその JO1 沼落ちブログみたいなさそういう沼に落ちた瞬間のことを書いてるようなさ、うん、コラム的なさ長い文とかなんか布教活動もよく見るし。あーなるほど。なんかそういろんなところでさ熱がちょっと高まってる感じがさすごいなと思ってね。これでなんかもう一個でっかいやつが来たらマジバカ売れするかもしれんからさ。そうだね総選挙とかいやJO1 総選挙すんの絶対してほしくないよね。え、あ、一曲のシングルのために順位決める無駄しかもさ、でもさ、JO1 はさ、その、結構タイアップ多くて、お金結構さ、本当に、ちゃんと応援しようと思うとお金結構飛ぶと思うけど、まあ、総選挙もなかなか飛んだよねって思うよね。いや、総選挙は本当に飛ぶよね。うん。そうそう。しかも一曲のためだからね、何回もいいけど。そう。そうなんよね。よく考えたらすごいよね。うん。まあでもね、まあまずは今、ジャムの皆さんはね、このイブサンローランをたくさん買い漁り、電気は新しく契約し直し、クレカも作り直し、なんか噂にはフランフランもね、なんか扇風機とか出してたんでしょ？それ買い、うん。すごいよね。もう、周りをさ、JO1 で固められる感じがすごいよね。そうだよ、もう JO1 で生活できちゃうね。できちゃうできちゃう。JO1 ハウスしとるよ。JO1 ハウス、リアル JO1 ハウスが出来上がっちゃう。そう。あとあのさ、インタビューみたいなところ、イブサンローランのイブサンローランビューティーの就任会見動画みたいなのもちょっと見たんだけど、うん、なんかみんなさ、うん、そのみんな会見とかも結構堂々としてて、マジで慣れてきたんだなーっていうのも感じたしさ、うん、まあ、そもそもイブサンローランと契約もすごいよね、今更だけど。いやそうなんよ、なんかビトンとかもそうだしさ、イブサンローランもだしさ、うん、いやすごいよねこの大手ブランドと。うん、いやなんかこのインタビューとか記者会見とか話せば堂々としてて見た目はかっこいいけど喋れば面白いし、そうでもダンス曲披露したらマジでバークイケでやばいしこのさギャップというかなんか振り幅もすごいからさ、なんか JO1 ほんと面白いよね、こうやっていろんな面が見れるから。そうだね、だってこんな大手のブランドとタイアップできるってさ、もう絶対ビジュアル良くなきゃできないじゃん。あ、確かに確かにだよマジで。そうそうそう、だからそういうのもちゃんと認めてもらえてるってことだし。確かに、だってさ
だってさ、ちょっと JO1 ほどビジュアル良くなかったらなんかちょっとえってなる人もいるじゃん絶対、うん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 、でも JO1 なら誰が着てもかっこいいから、うん、なんかえってならなそうじゃない。そうだね、どこに出しても問題ない子たちだからね。いや恐ろしいわ、ラポネ仕事するね、うん、本当にね、いいタイアップ持ってくるよね、うん、ね、あのプロセス JO1 も始まったけどさ、うん、やっぱりそのフリーダムのパフォーマンスしかりさ、なんだろう、やっぱりもうその日本一のパフォーマンス集団になるっていう目標があってさ、もうそれに向かってやってることをさ知った今、なんかパフォーマンス見ても、うん、あ確かにな、そういうのがどんどんなんていうの反映されてってるっていうか、気持ちとかもそうだし、うん、うん、いやこれからのパフォーマンスがねさらに楽しみになったね。そうだね、タイトル曲とかやばいんじゃないマジで。いや本当だよ、てかタイトル曲どうなんだろうね。だってドリーミングナイトもさ、フリーダムもさ、結構タイトル曲にしてもいいクオリティのものじゃん。うんうん、うん、次の FNS 歌謡祭とかさやってくれんかな。まだ早いか、フリーダムとかやるのかな。じゃあそうだね、あそれか無限大かまた、まあそれはいいんだけど、これで見てよかったからいいんだけど、また感は出ちゃうよ。そうそうそう、でもやっぱり、うん、いやでもさ、その FNS 歌謡祭もあるし、 さっきも言ったけど取りすぎもあるし、なんか楽しみがマジでいっぱいあるから、なんか幸せじゃない、うん、本当に幸せ。なんかちょっとさ、日プツやってる時は JO1 ちょっとさ話題とかニュースちょっと少なかったなと思ったけど、なんかここへ来てどんどん畳みかけるようにさ、うん、来て楽しみがね止まらないっていうか、うん、うん、やっぱそうやってちゃんと戦略立ててたんだろうねラポネさんがそうだね、ちゃんとうまいことね2グループねになるってなると、どんどんねこれから楽しみが増えるなね。ラポネファミリーを箱で押してくださいってことやねきっとね。そういうことだね、だからちゃんとねこのお互いね、片方が準備してるときは片方がメディアに出て、片方がメディアに出てるときは片方が準備期間になってみたいな、うんうん、こういううまいこと ねバランス取るんだ、うん、バランス取るんだね。うん、いやまあ今回はさフリーダムとタイアップの件についてやったけど、まだまだ FNS 歌謡祭さっき見たけど撮れすぎもあるから、そこもね動画にしてぜひ感想とかも言っていこうと思うのでお願いします